空海さん自身も書いていることなんだけれども、それにこの目覚めるっていうのは大変なことなんですけれどもね、もともとの命っていうのが根源なる命というものに目覚めるということ、この根源なる命っていうのがマハヴァローチャナなんですよ。マハヴァローチャナっていうのは大いなる火の光、宇宙のこの火の光、この火の光というようなものが、つまり宇宙の生命のもとなんですよね。それの現れだということを言ってるから、ほとんどそれを知ってか知らずか、非常にいい。祖先を大事にするということは自分を大事にするということでありますし、またあの自分の血を受け継いでいく子孫を大事にする、子孫の命を大事にするということで。だからここは宇宙と天と地を結ぶ場所でもあるんですね。このもの静かな中でのこの空気感というか、この闇の世界といいますか、闇のこの熊野の地でですね、この老いの原でまたいろんな命というものの考え方を皆さん方はそれぞれまたこの映画を見られて共有され、またいろんな思いになるかと存じます。やっぱりその生命って言ったかって抽象的にこう言ってもね、あ、そういうことか、実際に早い体内に宿って、でだん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 この人間の形になってきて、あれは本物の写真なんだよ。本物の写真だろ。全部がちょっと鳥肌立つね。鳥肌が本当に、あ、そうそうなのか、我々が生まれたのは、あ、そうなのか、その命はこうなのか、ここまでつながっているのか、あらゆる意識と全てがつながっているというね、それは素晴らしいわ。